こんにちは、花です。今日も日曜日ということで作り置きを作っていきたいと思います。今回は今もうパンを発酵させてるんやけど、パンを作ったり、あとはお漬物を作ったり、でお弁当の作り置きもちょっとしたいなと思ってるので、まあ、たくさん作っていきたいと思います。ではクッキングスタート。
チキン、しかもアメリカのお弁当みたいな。弁当業者じゃん。そうやね、持って行ってくださいね、これ。デリバリー、ウーバー入りました。ピコンって。はい、というわけで今週の作り置きはこれで完成です。今回作ったのはもやしとわかめとハムの中華サラダで、マカロニサラダ。こちらが大根と人参ときゅうりを細く切って作ったキムチの浅漬けと、これはクリームチーズとお味噌で作ったかぼちゃのサラダ。そしてこちらは大根の黒酢漬けと、これは今回初めて作ったお弁当の作り置きになります。はい、とこちらがすごく綺麗にできたカンパーニュになります。というわけで今週の動画もご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。